カリアシ総合運動公園多目的グラウンドは愛知県カリア市のカリアシ総合運動公園内にある陸上競技場である愛称はウェーブスタジアムカリア愛知県ではカリア市が最もサッカーが盛んな地域とされ本スタジアムはその中心的なスタジアムとされている1993年に球技専用グラウンドとして開場し1994年には 我が社地国体のサッカー競技の会場となった。1999年に全面改修が行われ、日本陸連公認第3種トラックを設置した陸上競技場となった。2007年4月1日、ウェーブスタジアムカリアという愛称が付けられた。同時に指定管理者制度が導入され、コナミの関連会社であるコナミスポーツと西三河エリアワングループが指定管理者に選ばれた。 同グループは、同公園のスポーツ施設のうち、補助グラウンドのグリーングラウンドカリアと体育館のウィングアリーナカリアも管理する。2011年8月20日には、名古屋市の水保陸上競技場で、名古屋グランパス対ベガルタ仙台が開催され、8月24日には、岩田市でジュビロ岩田対ベガルタ仙台が開催された。ベガルタ仙台にとっては、東海地方でのアウェー連戦となったため、 調整のためのミニキャンプで、刈谷市総合運動公園多目的グラウンドを使用した。メインスタンドから見た、全系天皇杯愛知県代表を決める愛知県サッカー選手権大会や天皇杯全国大会の1回戦、2回戦などで使用されることがある。伝送サッカー部や伝送を継承した FC 刈谷のホームスタジアムとしても使われている。2004年度は、 スタジアムの座席増築工事が行われている関係で、このスタジアムでの公式戦は行われず、愛知県内各地を転戦して行った。近隣の刈谷市立刈金中学校の体育大会や地域の運動会などでも利用される。カラー電光掲示板、壁会後始発刈谷のウェーブスタジアム設置、中日新聞、2015年2月4日、2015年9月25日、閲覧。 ありがとうございます。